岸本兼次は、大日本帝国海軍の軍人、海兵37期。最終階級は、海軍少将。酸素魚雷と特殊潜航艇,艇の開発を成功させた。実刑は、岸本信太海軍中将。学府は、豊部新作陸軍中将。岡山県出身。岡山市中を経て、海軍兵学校を卒業。 関時は百179人中23番。岸本は、海軍大学校宇宙学生、海軍水雷学校高等科、同特集科を修了した水雷専攻の士官で、夕暮れ駆逐艦長、長良水雷長、霧島水雷長、海軍水雷学校教官、呉海軍交渉魚雷実験部員、第9駆逐隊司令などを歴任した。他に、第五戦隊参謀、海軍兵学校教官、 第3艦隊参謀、連合艦隊参謀などを経て、1930年12月1日、海軍大佐に進級。川内艦長、海軍艦政本部第1部、第2課長、海軍艦政本部員、金剛艦長、呉海軍交渉魚雷実験部長を務め、1936年12月1日、海軍少将に進級し、呉交渉水雷部長に補いされる。同職を、 約3年務め、1940年1月、予備役編入。予備役編入後は、三菱重工業長崎兵器製作所長を務めた。太平洋戦争中の1943年9月に、予備役のまま海軍航空技術小職宅となった。本節の出展は、畑タ彦,彦編長、日本陸海軍総合辞典、第2班、東京大学出版会。 2005年202ページ。公表的岸本は日本海軍に特徴的な2つの兵器開発に携わった。酸素魚雷と特殊潜航艇である。水雷の専門家として経験を積んでいた岸本は、管制本部第1部、第2課長に就任すると、まず酸素魚雷の開発を推進した。酸素魚雷の開発はイギリス海軍が先行していたが、危険すぎて、 実用に適さないものとされ、日本でも酸素濃度50%の段階までは進んだものの、停滞していた。そうした中で、岸本は純酸素魚雷を開発しようとしたのである。海軍部内でも反対するものが多く、当時の軍務局長である、豊田定次郎に実験中止を提案されたが、岸本は主張を曲げず、設計主任浅まり A、暮れ海軍交渉実験部員。 大谷静浦と計画を進め、濃度100%の純酸素魚雷の開発に成功。艦隊決戦の有力兵器として1936年に正式採用され、ルンガ沖野戦など実戦で大きな戦果を収めた。岸本はこの功績により、君に等に上されている。しかし、酸素魚雷がその能力を発揮するには目標に命中させなければならない。岸本は、 艦隊決戦の最中に敵艦隊に接近し、高速で走る酸素魚雷を発射することで、より確実に命中させることを狙ったのである。岸本の当初の構想は、二人乗りで爆薬1.5トンを搭載した人間魚雷であった。この時期は満州事変の影響で、日米艦は緊張状態にあり、開発を急ぐ岸本は、軍令部総長、 伏見の宮広安王に基礎に及んだ。ぶつけるのではないだろうなとの疑念に、聖官の道を講じてあることを説明し、開発は許可された。その結果生まれたのが、特殊潜航艇、別名公表的である。しかし想定とは異なり、真珠湾、シドニー、マダガスカルなどの侵入が難しい軍港を攻撃する用途に使用され、大きな戦果を上げることはできなかった。 なお岸本は特殊潜航艇の開発により海軍技術賞を受賞。同賞の一人目の受賞者となった。真珠湾攻撃のため短生湾に入港した赤城艦上の91式魚雷1941年、予備役編入後に三菱重工業長崎兵器製作所の所長を務めていた岸本は海軍から91式魚雷100本の緊急納入を命じられた。 指示された納期は通常よりも1ヶ月も短く、岸本以下の長崎兵器製作所員は36時間作業の特管作業により、納期の1日前に納品を果たした。所員は何事かを予期し、毎日神社に祈願していた。新珠湾攻撃、マレオ沖海戦の戦火発表後、長崎兵器製作所が緊急納入した業来が、 作戦に使用されたことを岸本から知らされ、諸院らは抱き合って泣いたという。なお、真珠湾攻撃には岸本が現役時代に開発を進めた特殊潜航艇5隻が参加し、すべて未機関となった。連合艦隊の栄光大陸将、海軍少将,将岸本が残しがい二名女くん並君少果樹の、剣、軍艦開発物語、二片山雄二技術少将,将。 潜水艦設計にかけた、我が反省、加藤京介技術大佐、水上規模艦地と石油艦製まで、日本の海軍、海と、空、大本営海軍部、P64、漢報大戦40号、除人及び、事例1916年1月22日。ありがとうございます。